はい、ということでお家の方に戻ってきたんですけども、こちらのカメラを使ってちょっと Vlog を撮ってきたんですが、いかがでしたでしょうか。こちらがですね、ソニーさんから貸し出していただきました ZV-1。 Vlog カムとしてすごく有名だと思いますし、気になられている方も多いと思うんですけども、実際にこちらを使って Vlog の方を撮影してきました。すごく綺麗な映像であったりとか、ちっちゃいからこそ正義な部分もすごくあって、こちらのカメラの詳細だったりとか軽くちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、皆さんね、こう10万円以下であったりとかでカメラどういうものがいいですかとかすごく聞かれることが多いんですけど、カメラの種類ってすごいと思うんですよ。普段僕が映像を撮ってるものだと一眼レフであったりとかミラーレスであったりとか、やっぱね10万20万超えてしまうものが多いと思うんですが、手軽にコンパクトに綺麗な映像を撮りたいっていう方がほとんどだと思うので、こっちはそういった方にすごくぴったりだと思います。簡単にご紹介していくと、こちら価格の方が税抜きで9万819円、もちろん売ってるお店によっても違うと思うんですけども、10万円以下で購入できるものになっております。でね、この下のシューティンググリップっていうものがついてるものだと103,546円っていう感じでね、コストパフォーマンスがめちゃくちゃ高いと思うんですよ。でこちら本体の重さも 294g、 すごく軽いので、例えばですけど街中をね歩く際にでかいカメラ持ってると首からぶら下げてたりとかするとすごい重かったりとか、もうそれこそね重くて持っていくのが嫌だっていう風になっちゃう人も多いと思うんですけど、このコンパクトさ、もう手のひらサイズですよ。で起動も簡単でね、ワンタッチでこういう風な形でオンオフが可能になっております。でこちらね、画素数だったりとかその画像の綺麗さどうなのって思われる人も多いと思うんですが、こちら総画素数のが2100万画素、もう十分ですよね。でこちらの特徴なんですけども、先ほどもお伝えした通り、やっぱり簡単に撮影ができるっていうのはすごく素晴らしいと思います。 Vlog に特化してる、映像に特化してる、こういう風なコンパクトデジタルカメラになっておりますので、僕もこれと似たものだと RX100M5A っていうものを所持してるんですが、そちらはねやっぱその設定であったりとかいろいろしないといけないんですが、こちらはもうすごく分かりやすい操作性になっているので、カメラ初心者の方であったりとか、気軽に Vlog を撮りたい、 YouTube を始めたいっていう人にすごくぴったりなカメラだと思います。こういう風なね、カメラ独特の iPhone とは違って、その背景をボケさせたいであったりとか、商品のレビューの時にねこういう風に僕もやったりとかすると思うんですけども、こういう風にねピントをしっかりと合わせやすい設定であったりとかがワンプッシュで切り替えができるっていうのはすごく簡単でハンドリングしやすくなっておりました。あとはですね、オートフォーカスに関してもリアルタイム瞳 AF というね、この僕が使ってるソニーの α7S3 でもついてるものなんですが、そのねオートフォーカスのスピードとかももうほんと問題ないくらいしっかりと瞳であったりとか映したいものを捉えてくれるのすごくね高性能だと思います。こんなちっちゃいのにいいのって僕は思いました。あとはですね、特徴的なところで言うと、スキントーンのところをですね、調整してくれるらしくて、人種、年齢、性別問わず自然な肌色を表現してくれるそうで、自撮りの時とか、こういう風な形でね、多分肌のアップになるね、女性の人とかはね、お肌大丈夫かなとか思う人いると思うんですけども、そういった時にね、理想的な色にしてくれたりとか、あとはね、動画時でもね、美肌効果っていうものをオンとオフ、切り替えもできたりとかするので、今までのこういう風なコンデジであったりとか、一眼レフ、ミラーレスもそうなんですが、美顔モードみたいなものってあんまりなかったと思うんですよ。後からのやっぱり映像の編集であったりとか、スキントーンを整えるであったりとか、あとはそのシャープネスを整えるであったりとかで、コントラストを調整するのがほとんどだと思うんですが、そういったものをこのカメラ一つで、しかもワンプッシュで切り替えができるっていうのはすごくね、映像初心者の人にも優しいと思います。映像初心者にもオーバースペックなくらい機能はその分いいです。あとはですね、こんな感じでモフモフが今ついてると思うんですけども、ここの部分がね、マイクになってるんですよ。こんな感じで他の RX シリーズだったりとか僕持ってるんですが、こんなにマイクが大きかったりとかないので、これ一つでね、ある程度の音声の良さであったりとか、Vlog してる時に僕が今回撮った動画は声あんまり入ってなかったと思うんですが、こういう風に撮って、フラップスクリーンで自撮りを見ながら、今回はどこどこに来ましたみたいな感じで撮ると思うんですけど、それもね、その音声もそのまま使えるってことはめちゃくちゃ編集楽です。今みたいにピンマイクをつけたりとかして音声をね確保したりとかするんですが、しっかりとそういった部分も鮮明に捉えてくれるので、これからカメラを始めよう、 YouTube を始めようという方にはすごくぴったりのカメラだと思います。あとね、どんな人におすすめっていう時にね、最近だと Zoom 会議であったりとかオンライン会議、あとライブストリーミングなんかがあると思うんですが、普段だとねキャプチャーボードを挟んで画面をキャプチャーしたりとかして、こういう風なカメラとつないでパソコンをつないでっていう風に撮影しないといけないんですが、こちらの ZV-1 に関してはケーブル1本でパソコンにつなげばそのままライブストリーミングであったりとか Zoom のカメラとして使えるということでね、これからの時代にもすごくマッチしているカメラだと思います。なのでね、要約していきますと、このカメラがおすすめだなっていう人に関しては、これから YouTube を始めたい、映像を撮っていきたいっていう方、あとはそのライブストリーミングであったりとかテレワーク、オンライン会議が多い職種の方なんかにもね、すごく高画素で映像を伝えることができるので、そんな方にとっては理想的なカメラだと思います。
あとはね、なんといっても手軽なので、これだけの大きさであればね、カバンの中にポーンであったりとか、僕なんかだったらジャケットのポケットにもこれは入ってしまうので、そんな感じで気軽に持ち歩けるっていうのはすごく便利なポイントだと思います。はい、そんな感じで、ね、今回おしゃれな動画を気軽に撮れる Vlog カメラという形でこちらの ZV-1 の方をご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。冒頭の動画でも表現させていただいたんですが、こんなにちっちゃいのすごく綺麗な映像が撮れます。なのでね、ぜひぜひ YouTube を始めたい、 Vlog を撮っていきたいっていう方はぜひチェックしてみてください。はい、という感じで今回の動画が良かった、参考になった等ありましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんも一緒に綺麗な動画を撮っていきましょう。次の動画で会いましょう。バイバイ。